こんばんは。なんでもないです。最近なんかっていうか、急に なんでもないです。今頭の中で言葉が浮かんだんですけど、それを今口に発して言ってるかと思って、あれ今なんか僕喋ったっけっていう謎の迷いが。こんばんは。気になってる人めっちゃいい。テペさん今日赤色に染めました。いいね。今日めちゃくちゃ寒かったっすね。びっくりした、寒すぎて。引くほど寒くなかった今日。え、マジ、なんか最近まで結構暑かったのに急に冬来たなと思って。何言ったとさ、ギリカメラに入らない。そう、今日ツイッチで配信しようか迷ったんですけど、まあ、時間的に遅くなっちゃったし、インスタでちょろっとするかと思って。今日何度だったんだろうね、気温。今の気温18度だよ。もう20度にも乗ってない。これ寒いわ。あ、制服も冬服になったんだ。 Do you know Egypt? I know。 え、今日9度なの？知らんけど。知らんのかい。人違いから始まる声もある。見返してた。ありがとうございます。後ろのぬいぐるみ何？なんかこれのぬいぐるみに何っていうコメント一生来るんだけど。ただのぬいぐるみだよ、ドラゴンの。雑貨屋さんに売ってて可愛くて、他にもあるよ、同じようなぬいぐるみ。雲のぬいぐるみと太陽のぬいぐるみ、昔買ったやつ。同じブランド、多分外国の赤ちゃん向けなのかな、子供向けぬいぐるみブランドかなんかのやつだと思います。毎回説明して書いて貼っとく。結構おしゃれのために買ったのにめちゃくちゃダサくなるじゃん。犬かと思ったらドラゴンです。今日とてというか、さっきまでツイッチの前のスイカワリードの後半の切り抜きしてました。今日いつもと違う画角。確かに iPad 大事にしてます。いつでも美人の何、顔がいいんじゃない。髪の毛伸びたよね。どうしようかな、切ろうか迷ってるんですけど。伸ばしたっていい。今度ツイッチでアンケート取ろう。最近ツイッチの配信見てくれる人が多くて嬉しい。 How was your day? It was just boring。 あー、彼氏かと思った。あぶね。みんなの彼氏です。髪の毛夏にオレンジ色に染めてから色持ちよくて毎日幸せ。いいね。ツイッチ伸びてない？伸びてる？僕何人だろう。ツイッチ伸びねえんだよな、コンテンツ、コンテンツというかあれ自体が、ツイッチというもの自体が。はい、来た。あー、危な、自分の配信流れ出した前の。
みんなでご飯行こう、オムライス以外で。なんでオムライスダメなの？僕オムライス好きなんだけど。今日いつ帰ってくるの？ご飯冷めちゃう。え、今日帰らないって言ったじゃん。連絡したよ。ツイッチ見てるよって。ありがとう。ツイッチ面白いです。嬉しい。 YouTube にもね、最近切り抜きめちゃくちゃ上げてるんで。でさ、スイカ割リードやったじゃないですか。あのキャラクターを声で操作するゲーム、あのゲームめちゃくちゃ面白かったし、切り抜きも結構個人的に好きだったのね。編集しててな、ああいうのに限ってのみ、僕が健康診断を受けて脈大丈夫ですかって言われた動画の方が伸びてるなんでですか？ツイッチ家族全員フォローしてる。フォローさせたの？嬉しいけど。みんなで見てください。ご家族でちゃんと全員の端末から家族でみんなでコメントして。ツイッチの説明って何？最近ツイッチハマってる、まあ、ツイッチにハマってるというか、あの配信者というものに憧れを昔から持ってるので、まあ続けることが大事かなと思って、最近時間あるんで何もやらないよりはやった方がいいかなということでやってます。配信好きだし。オリジナル曲良かったです。ありがとうございます。あ、音作ってるんですね。嬉しい。音作ってるのは僕のマブの人がやってるけど、音っていうかトラック自体は楽器か。こんばんは。 I feel like I'm going to fall in love with you. Really?漆黒の嘘見てくれました？ TCG もやりたいけどな。なんか難しいのがさ、なんか前配信切り抜きどころができるわけじゃないからさ、あれなんだよね。レッドブル飲んだら眠れなくならない？毎日眠れない？ツイッチは今日はやんないかな。多分てかやんないわ。今日日付変わってからならやるかもしれないけど、だって最近の配信がいっぱいある。 1,2,3,4 スイカワリードマジおもろかったけど、マジベータ版が15日までしかできないんですよ。トトロキ元気だよ。細客太客ね、やっぱ太客大事。うん、ツイッチ来てくれる人太客だと思ってる僕スイカ面白かった、ありがとう。髪の毛長いな。髪の毛長いんだよね。次いつやる？明日やりたいなと思ってるけど、明日、あ、でもどうしよう、明後日かもな。ワンちゃん多分明日スイカの後半の動画が出るんで、切り抜き上げれると思うんで。T シャツの首元揺れてるのリアルでしんどい。だってもう何年も着てるんですよ。仕方ないでしょしゃあない。 T シャツ揺れてんのは。そんな僕完璧人間じゃないんで、リアルをお届けしてます。もうどうしよう、伸ばしてもダメだ。しんどい。僕だってしんどいよ。僕の襟揺れんなよエナドリって美味しいですか？カフェインが好き。ブラックコーヒー飲んでました、さっきまで。マジ長いな。鬼太郎みたいになっちゃってる。なんかいつも配信するとき割と髪セットしがちだからさ、ツイッチとかのときはあんま気になんないけど、やっぱノーセットだとどうしようもないんだよな。直毛すぎて。何語話せる？日本語だけですよ。英語は本当にわか。なんか赤くなってね。
絶賛テスト期間中だからちょっとだけ見る。テスト頑張ってね。もういっそのこと坊主で嫌です。仕事で、てか仕事でなんかない限り髪型変えないからな。基本直毛なんですよ。漆黒のさ、明日何しようかな。んかもう新しいゲームやりたすぎて、あの次やりたいのはなんかなんだっけ、お豆腐のゲーム多分ちょっとバカゲーなんですけど、そうそう、お豆腐を操作するゲームやりたいんですよね。すっぴんだよ。いや僕ツイッチャー配信の時毎回メイクしてるからね、頑張って。あー時間ないって時ももう慣れすぎて15分ぐらいでできるんですよね、うん、かっこいい。急にかっこいいか。こんなオフ感満載の襟もよれてるウサですけど大丈夫ですか？もうそんなん言われたら今度から気になって、もう今ずっと襟しか見てない、コメントよりも。オーバークック一人でやってもあれじゃない？誰かとやるから面白いんじゃない？あれハイトーン恋しいね。合格発表、合格発表がもうすぐならもう応援できることはないから、自分を信じて待ちましょう。毎朝仕事行く前の5分、まあまあまあ朝はしんどいよね、わかる。なんか起きてすぐ用意しなきゃっていうテンションちょっと僕も苦手かも。 TikTok で動画なんか切り抜き TikTok にも上げ映ってるよ、たたさん手が。なんか TikTok に切り抜き上げようか迷ったけど、なんか TikTok ちょっとあれなんだよ、ね、今日渋谷から出かけましたか？いません。お豆腐ってお豆腐の上に人が乗るやつですか？違います。豆腐、お豆腐自身を操作するやつです。お疲れ様。こんだけさ、ツイッチの話をさ、インスタライブでしてたらみんなツイッチ見たくなってきたんじゃないの？ぜひフォローしてください。なんかやっぱ画角って大事だな。なんかこのやつよりさ、いつもツイッチで配信してる、ここに照明がこう、そこにあるんだけど、そこに照明があって、その下にカメラがある画角が一番顔面漏れる気がする。私まで襟にしか目がいかなくなっちゃった。もうなんかここだけフィルターないのかな、顔の下に襟隠しフィルター。次のツイッチ配信者は200人超えるね。絶対超えねえ絶対超えねえんだよな。ツイッチフォローしてみんな囲うから、みんなで囲います。あのフォローしたら僕の配信画面に誰々がフォローしましたって出てくるんで、その瞬間に毎回みんなで囲うんで逃げ出さないように。フィルター誰がつかむ？いや僕ですよ、襟文句言われたくないから僕アイロンとか絶対かけらんない。僕アイロン持ってないし。今日リップ塗ってますか？塗ってない何にもしてない。シャワー浴びて化粧水と美容液とあのなんだっけ、保湿しただけ、なんだっけ、乳液だ塗って。気にすんのよ、そんな気にならんて。僕が気になるんだよ眉毛が可愛いです。今日暇？なんかゲームしよっかな、なんか動画編集し終わってからゲームしよっかなと思ったけど、ゲームする相手がいなかったから配信しようと思って、で、ツイッチちょっとなんかテンション的にインスタライブやりたいなと思って、ちょっとツイッチはちゃんと喋るけどさ、ダラダラしたいと思って。逆かインスタライブの方がちゃんとしてるか、もはや。てかまあ面白いこと別に言わなくていいってなんかツイッチは頑張って面白いこと言いたくなっちゃうんだよね。
あのその後の編集の動画のことを考えたらツイッチやろやってほしい。まあ、今日は待ってよ、明日が明後日やるんで配信。なんか今日本当に彼氏みたい。でもツイッチの雑談配信の方が彼氏感っていうか、まあ、あの素でやってるかも。でこんな座り方しないもんね、インスタライブ。ごめんね、最近ツイッチでしか配信してないからそっちに慣れてるわ。したい髪型ありますか？でもなんか襟足伸びてきたからパーマかけたいな。てかウルフしたい。ツイッチ気合入ってるね。気合入れてます。てかツイッチのこと知ってた？みんな僕がツイッチで配信やりますよっていうの。今日めちゃくちゃ寒かった。いきなりすぎて気づかなかった。いらっしゃい。うなじエロ見えてないだろ。ツイストパーマそんなクルクルする？知らない人の方が多いんだ。ホラゲー、僕がホラゲ苦手なんだよな。てか怖いじゃん普通に。ホラゲってレッドブルかモンスター、どっちか。レッドブルかな。なんかわかんない、偏見だけどパッケージだけでちょっとモンスターよりレッドブルの方が健康的に良さそう。カフェインしかのあの摂取してないこの体が健康言うのはあれなんですけど。いや怖いの無理っていうか、あのいいんですよ、ホラゲもお化け屋敷も別にいいんだけど、ちょっと納得いかないのが、あの驚かされるのを分かってて自分からプレイだのお化け屋敷に入るだのできないっていう話。 V 配信はね、あの僕が個人の配信でもっと伸びたら V でやりたいなっていう作戦というかやりたいんですけど、うん、今やっちゃったらなんかせっかく見てくれてる人が離れちゃいそうで怖いので、もうちょっと母数が増えてからやろうかなと思ってます。何のゲームが一番怖かったですか？そう、僕そんなやってないからさ、そもそも地獄戦闘ぐらいしかこれやってないかも。トットスさん、あ、それスリッパだよ。スリッパ構わないよ。離れないよ。いやいや、あれ嬉しいんだけどね。そう、最初にさ、こうその配信画面クリックして見る人とかはさ、顔出してる方が興味湧くかなと思って、僕個人の話で言うとね。バイオ、なんか僕ストーリー性のある話苦手なんですよね。なんか昔やったの配信で、ホラゲストーリー性のあるホラゲ、なんだっけ、東京なんだっけな、東京なんちゃら、東京とーっと東京なんちゃらってやつやったんですけど、あのね、なんか最後までやらなきゃいけないというプレッシャーがあって続かなかった。だからなんか最近バカゲーとか1回の配信でも、そのゲーム1回しかやらないとしてもなんか完結できるやつだよ。スイカ割りだったトトスさん、はい、やってる、構わないよ。今日星が綺麗。なんかロマンチックじゃね。なんかインスタすぐ消える、どういうこと？星が綺麗ですね。月じゃないんだ。 V は今飽和気味だから大変そうだ。まあでもなんか結局はなんか V に限らず配信は個人の、まあ、トークというか面白さだなって思っちゃう。 V も見るし実写の配信の人も見るけど、ストリーマーの人、
井くんとは合ってますか？あの誰にも合ってないあの人に合ってない最近。人に会う時間あったら配信しちゃってるな最近。なんか動物アレルギー、いやまあ慣れはあると思う。でもマジ個人差あると思う。あとまあ猫、まあ、猫だとしたら猫との相性とか犬とか相性の個体、犬っていう 種類じゃなくてその子ごとに違うと思う。同じ種類でも。ファンと話すのが好きなのね。好きだよ。私たちと合ってるでしょ一人称たちなのやばいな。ちょっとひげ投げんだよな。なんかめちゃくちゃやべえ。なんか最近口癖、配信のせいかわかんないけどどちゃくそって言っちゃうんだよね。よくない。配信中は別にいいけど、まあ、今も配信中ではあるけど、めちゃくちゃって言おうとするとどちゃくそって言っちゃうんだよね。ゲーム配信中とか別にいいけど、てかツイッチの配信だったら面白くしたいかなんでもいいけど、どちゃくそって言葉自体はなんかあんま良くなさそうだから。宇佐田くんの依頼逃さず見てるよって、ありがとう。方言、え全然知らないえどちゃくそって言わない。なんか何語なのか知らないけど全然方言じゃないようん。 Is that the beer or just an energy drink? This is energy drink. Don't you know Red Bull? Red Bull. やべ、前回学んだはずなのに。エナジードリンク飲みすぎるとゲップ出ちゃいそうになるっていう。こんなね、おとなしそうにして尻尾ブンブン振ってるんですよね、下で。本当は抱っこされたくないのかな。 DM 送ったら見てくれますか？インスタは見てる。てかインスタしか送れないか。見てるっていうか、たまに見る。まとめて通知とかは来ないんであれですけど。ノンシュガー飲んでる。シュガーですか？シュガーフリーだ。ゲップ出たらおもろゲップはしないかも。おもろさを求めたとしても見て、フィットしてるトトがいやなの。今日この体勢で寝てたトト僕の枕にこの体勢でこうやって寝てた動くじゃん。降りたいの？ね。うさたくそこ変わってトトさんじゃないんだ僕ね。あれロキはなんか最近ブランケット、あいたわベッドに。最近ブランケットをもともと白使ってたんですけど、冬なんか僕布団ないっていうか、多分あるんだけどベッドの下にしまってるんだけど、僕布団あんまなんか好きじゃないというか、一生冬でもブランケットで寝てるんですよ、夏も冬も。で冬用のブランケット買って、ちょっと前のやつが猫ちゃんが上で毛玉吐いちゃって、鼻の下が赤い理由ですか？なんか配信したいけどめんどくさいけど、まあするかと思って、あの配信がめんどくさいんじゃなくてね、あの配信するためにめんどくさいけどヒゲ剃んなきゃと思って、ヒゲ剃ったら赤くなった
半袖寒くない、家は寒くないかも。てかなんかうちなんか寒くないんだよね冬。僕あんま暖房つけないかも。カフェインは目覚めるためじゃなくてカフェインを取ることが好き。うん、こんばんは。なんかコメントのこれか、ヒゲ脱毛昔してたんですけどね一回。でも永久脱毛じゃないから普通に生えてきた、やめたらやってる時はめっちゃ生えなくなってたけど、うん、でもいっかな。なんか正直お化粧で消せちゃうからさ、通うの苦手で僕、病院とかもそうだけど。カフェイン中毒すでになってる。コーヒーかエナジードリンクしか、いや水も飲む、水も中和中和。今日何時に終わる、まあ、そんな長くはしないかな。ね、ツイッチだとさちゃんとストリーム感があって、ね、長時間3時間4時間やってるけど、インスタはそんな30分ぐらいで毎回終わってる気がする。通うの苦手なのはこれ真面目だね、ほんとめんどくさい。なんでさ上唇ってさちょっと色ないの、これ僕だけ。なんか上唇の方が色なくね。上唇ってなんで色ないの。ほらなんで乾燥、何これうわ上唇色ないよね。スマホ割れた、なんで両方色ありません。それはどんまい。乾燥、上唇だけ、下は乾燥してないのに。なんすかそれ。色素が薄い、確かに。トトさん。トト。ちょっと水入れてくるわ。にゃんこの。よいしょ。水なくなってたね。ごめん。あぶね今こっちのカメラが映ってるかと、あの iPad で配信してるの忘れてて、パソコンのウェブカムがついてるかと思って普通にこっちに座ろうとしてた。こっちでこうやって話そうとしたら全然違った。開きっぱなしの段ボール、いやこれちょっといろいろあって取っとかなきゃいけなくて。大丈夫、大丈夫か。そこで取っとかなきゃいけないんですよ。今日テンション高め、まあ、わかんない。なんかツイッチの配信しようか迷ってたから、ツイッチの配信目のテンションかも。いつもほどなんかいいみたいな感じじゃないかも。エグザイルナオトです。本物来た、本物ですかナオトさんいつもおさだくの曲聴きながら寝てる、嬉しい。画面外行くと彼氏とビデオ通話してるけど、え、そうだよ、違った。ゆるゆる配信。段ボール見ると TCG 思い出す呪われてるじゃんカードゲームに。え、やっぱ彼氏だよね。え、そうだよ
ちでも美人さんなの、なんで美人さんではないか、一旦ツイッチ配信また楽しみにしてます。喉やられない程度に成果を上げてください。じゃあスイカで喉割られたんじゃなくて、あ違うよ、じゃねえよ、これ話してないわ。そう、あの昨日友達にさゲーム夜してて、あの今日喉痛くてって話してたんだけどさ、スイカのせいでさ次の日は喉痛いてって思ってたんだけど、じゃなくてその前日にあのなんかゲームしてると熱くなってくるんだよ、だんだんめっちゃ集中、こうやって集中してるからなんかだんだん熱くなってきて、エアコンつけてめっちゃ寒くしてたのね、ゲーム中暑いから。でそのまま寝ちゃって、その日ほいだら次の日めちゃくちゃ喉やられてた。みんな彼女夫じゃないの、夫なの、多すぎるな、養えない。最近同級生がどんどん結婚してます。意外と僕の同級生結婚してないな。めっちゃ早い人とかは小学校の同級生とかにはいたけど、その中高生の同級生とか意外と結婚してない。わかんない、してんのかな、僕の知らないところで、誘われてないだけで。だ仲いいあのグループというかはしてないな養ってあげるから大丈夫、ほんまか、ありがとうございます。どこの洋服ですか、覚えてない昔買った T シャツですね、韓国のブランドだった気する。配信終わったらここにいるみんなはうさくんの元カノになりますか、わかんない。鼻がむずむず、あくしゃみ出そう、出ない、トイレ行きたいカフェイン取ると、カフェイン取るとっていうかレッドブル飲むとトイレ行きたくなんだよね、もう空っぽだよ。あのツイッチで話したんですけど、あのウィンクができなくて、最近こう鏡とかさ自分の顔が見える機会に毎回こう何回かでこうやって練習してんだけど一回もできない。まあてな感じで配信終わるか。何分やってる？あ、30分。また明日明後日ツイッチで配信するんで、まあその前にインスタでやるかもしれないけど、明日明後日どっちかワンチャンどっちも配信するんで見に来てください。ほな、お疲れ様でした。バイバイ。